今回はイヤーマクワガタの、割り出しをしていきたいと思います。これは9月の18日に、セットしているやつで、まあそろそろ開けていこうかなと思います。飲んでるんでしょうか。だいぶ土少ないですよね一応涼しいところに置いてたんですけど、ちょっとやってみます。メスはもう死んでます。オスはまだ1匹生きてるんですけど、周り見てもなんか何もないですよね。リブかな、これ品種そうだけどな。いそうにないんだよね。いそうにないんだよね。今のところ何もない。そうだな、1匹ぐらい、1匹、1匹でいいかな。これはないな、これはなさそうだな。これはね、いっちゃうかい、ちゃうんかい。スイッチが入らへんかったかな。これ実は2回目のセットなんですけど、ダメでしたね。ダメでしたね。ない。ない。そうか。ないか。ないね。全然ダメだね。残念でした。ないです。何もないです。こうやってかけ回してたらポロポロ現れへんから、ね、土です。残念で、ダメだと思いながらやったんですけど、でこれとは別に、ココアガタまたあの後もう一回セットしたやつがあるんで、こっちを見てみたいと思います。ちなみにミヤマクワガタのオスまだ元気に生きてます。この子まだ元気です。これがコクワガタの産卵セットです。この間の動画の割り出しからまたすぐに、これは9月の25日にセットしたやつです。じゃあこれやっていきます。はい、いきます。これ出した方がいいかな。どうかな、土がだいぶ回るなと。で、お、来た。来てる。来てますね。で、もう一匹も来てる。ここに2匹入れてたんですけど。やっぱり1匹ずつの方がいいんかな。これやっぱりこういうのがこれらの確か100均かなやつでやったんですけど、なんか臭いな。臭いな。なんかあんまり磯にいるな。こっちもなんかちょっと美味しそうなこと。崩してみようか。崩してみます。かっこいいな。ダメっぽい。かぶってかぶってないかな。いそうになるな。いそうになるな。いそうになりそうだ。
違うな。全然気がする。だいたい表面かじってるところだね。かじってないね。なんか剥いても仕方がないという感じなんだね。なんかテンション上がらないですよね。ワクワク感がないというか、多分そういうことなんでしょう。気配なし。これはいないですね。そうですか。そうですか。残念でした。気がなくなるほどの身もないです。というわけで、もう一個見てみようかな。あの、多分平田っていうやつがもう一個あるんで、ちょっとやってみますね。これが、多分平田。オスは入ってるんですけど、オスは死んじゃったんです。で、平田やと思って入れてたんですけど、もしかしたらここはやったかもしれない。ちょっと、あの、判別が、まだ素人なもんで、全然わからない。初心者なもんで、ちょっとわからないんで、取った時に平田のオスと一緒に掘ったメスだったんですけど、ちょっとわからない。怪しい感じのやつやったので、定かではないんですけど、ちょっと見てみます。はい、それではひっくり返します。オスも、ずっと潜ったまま出てこないんで、ちょっと心配はしてるんですよね。生きてんのかちゃんと。よし、さあ、いました。生きてますね。これ平田です。可愛いでしょ。ちっちゃいです。これは生きてるんですけど、メスの方はもう死んじゃってるので。生きてましたね、ちゃんと。もうなんか、あの、越冬体制とかあんな感じやったんかね。起こしてしまったから。ではちょっとマットの方を見ていきます。平田って、何てやったっけ。平田って何てあるのか。これもいそうにないな。やばいな、これは。これは、何かな。おかしいな。難しいなぁ。やっぱりセットする時期も遅いのかな。遅かったのかな。9月とかやったら、そういう温度管理とかできる環境じゃないんで、常温というか、これ入れてたんですけどね。一応入れてたんですけど、かじってる様子かな。これはやばいことになってた。だいたい何としたら、いやでもこれ見た感じ、割ってみようって思える感じではないから、やめとこうかな。はい、というわけで、これ見てもうた
なんか入れた時のままみたいな、そんな感じなんで、多分全然やと思います。表面も全然これやし、これこれもやめときます。諦めました。というわけで今回は三山国は、まあ、平田かもしれないやつを割ってみたけど何もできませんでしたという動画です。こんな感じになりました。非常に残念です。こんな感じになっちまって、では皆さん土をご覧ください。この土は1ヶ月、2ヶ月ぐらいほったらかした土です。というわけで、終わります。